フランツ・ゲルハルト・ベーゲラーはドイツの医師。作曲家のルートビヒ・バン・ベートーベンとは幼馴染みであった。ベーゲラーはボンに生まれた。ボン大学及びウィーン大学で医学を学ぶ。オーストリアでの学習を完了するとボンへ戻り、1789年に法医学と産科学の就寝教授となった。フランス革命戦争の最中の1794年に、 ボンからウィーンへと逃れ、同地でベートーベンとの休校を温めた。2年をウィーンで過ごした後、ボンへと帰郷して医学の分野で指導者、総合診療医として活動した。1807年にコブレンツへ住まいを移したベーゲラーはプロイセンの公務員となり、複数回表彰を受けている。ベーゲラーはフリーメイソンであった。ベートーベンとの間にやり取りされた書簡では、 ベートーベンの作品をロッジの式典で使用するという議題について一件が交わされている。使用されている楽曲を耳にしたベートーベンは自分がもっと良い作品を作曲しようと申し出ていた。優れた意師であったベーゲラーであるが彼が記憶されるのはベートーベンの死後11年経った1838年に作曲家のフェルディナント・リースと共同で出版したベートーベンの伝記。 バイオグラファー一種のティツーバー、ルートビヒバンベートーベンによってである。歴史家たちは、この回ロ録が偉大な作曲家の生涯を知る上で、重要かつ信用に足る情報源であると考えている。ありがとうございます。